皆さんこんにちは。対馬地区漁協司会会長の相田です。対馬の方は今日は大時計です。風がすごく吹いてとても寒いです。2、3日しけそうです。それがこの前、木坂の海神神社で、奉納させていただきました。おかげで少し量があったよっていう声も聞こえて大変嬉しく思っております。そして、漁協司会の活動やYouTube を見てくれて、若い漁師さんの方から、愚痴を聞いてくれとか相談に乗ってくれっていう問い合わせが何件かあります。結構、コロナ禍で大変な時期だとは思いますけど、一人で悩まずに、我々漁協司会とか、水産普及所、そして市の水産課の方にも問い合わせて問題を解決していきましょう。それから、漁協司会の方を動画を撮らせ、竹下先生の方と動画とかを撮らせてもらって、その中で、問題が聞こえてきたのが、定置網とかされている方たちが、やっぱり人手不足っていうことで、対馬に来て漁してくれる人に向かって呼びかけてくれないかっていうことで、相談も受けております。ぜひ、やる気があって、対馬で漁をやりたいっていう全国の皆さん、対馬で漁師になってみませんか。水産普及所、そして対馬市の方でも手厚い支援がなされているみたいです。ぜひ問い合わせてみてください。わからなかったら対馬地区漁協司会の方にも一報ください。待っております。